ルドビコロンカッリ、ロドビコロンカッリもしくはルドビコ、アントニオロンカッリは、イタリアの貴族、ギター奏者。5弦ギターのための曲集、スペインギターのためのカプリッチョカプリッチアルマニッチー、ソプララ・キター・ラ・スパニオーラを1692年に出版。この曲集の6弦ギターのために、近代的な譜面は、1881年に、オスカル・キレソッティが編集している。 原本は、パオロ・パオリーに皇帝によるファクシメリを入手することができる。近代版の全曲集は、1950年代初頭に、東ドイツの出版社によって刊行された。この曲集は、9つの組曲からなり、それぞれいくつかの短い楽章を含んでいて、ギターの愛好者から非常に好まれている。個々の楽章がしばしばギター教則本に載せられることも、ある。 そのうち、パッサカリアは、オットリーのレスピーニ編曲の、リュートのための古風な舞曲とアリア第三週の終曲に、使われて、非常に有名になった。他の正規バロック音楽の作曲家のものと違って、ロ論ッリの舞曲楽章は様式化されておらず、実際のダンスの趣きをとどめている。ありがとうございます。